はいえー、それではは始めてままいります皆さんこんこにちは、えー、レベル体感パーフェクトローラーク模擬講義と題しまして約1時間半程度実際の講義の半分を説明やっていこうと思います、えー、配布物の方ですが冊子のものとペラが1枚あると思います、えー、冊子のものを便利レジュメと呼んでいきます実際の講義のテキストと思ってくださいでもう一つペラのものを板書と呼んでいきます、えー、実際補助教材として毎回ちょっと配っておきます、えー、毎回に発生いたします、えー、まずはレジュメの方ですが1ページの方を開けてください えー、まずは講座のコンセプトの方を軽く説明したいと思います冒頭一番上の四角枠ですアウトプットだけで伸びって限界があるんですよ一定の方っていうのはアウトプットである程で伸びますでそのままポンと受かる人もやっぱり多くはいらっしゃるんですでもアウトプットだけでどうしたって限界を感じる方っていうのはいますその方がアウトプットをやっても頭打ちになるだけです 覚えた分量が多い人間には絶対勝てないんです今年の試験3030 30取りたくないですか3030 30取っていれば期日なんてギリギリでいいんですよこちらの講座はとにかくちゃんとインプットをしていこうよと,ということを コンセプトにしていますでもインプットというのはなかなか嫌なものですじゃあなんで嫌なのかとやりづらいからなんですねポイントの置を見てください基本的には図表で説明していきます文章と図表の違いっていうのは何かっていうと文章っていうのは誤解を招かないんですが繰り返しが難しいんです 図表というのはパッと見で分かりでパッと見で分かるからこそ繰り返しがでできるんですそしてポイント2誰もができるところを結論だけ追っかけるそれだったら別に受けなくても自分でできるんですよこちらでは自分でやりづらい でも差がつくというところ、そこをメインに説明していきます。ちょっとページの方は二ページ三ページをめくってくださいえ。今年の本試験の問題について横に空欄丸バツというのが入っています。空欄というのはどの受験生であっても落としてはいけない問題です。丸というのが 二択に追い込まれてしまう二択に追い込まれてしまう問題ですでバスというのは取れなくてもしょうがないって問題です基本が大事だその気持ちはわかります基本ができなければ空欄は取れませんで空欄取れなければ絶対落ちますでも基本だけでやっても空欄までしか行けないんです にもかかわらず点が伸びない人が基本が大事、基本が大事と言って基本部分しかやらない。その点数は頭打ちになるのに決まってるんですよ。この講座では基本、説明箇所は二択になるようなところをやっていきます。で、この二択になるようなものには分えっと、二つの分野があります。何かというと、例えば2ページの方、2ページの 第三十第28問。第28問。株式等売り渡し請求。そもそもタイトル自体で、あ、これは勉強の方がみんな薄いから、タイトル自体で二択になってしまうもの。その分野ご、分野自体が、まず二択になってしまうようなものがあります。今のページで言うと、株式等売り渡し請求。31問、監査等委員会、設置会社の問題。32問、株式会社の事業上等。普段、 あんまりこの辺りは勉強は手薄だと思いますそういうのが出てくればまず二択に追い込まれてしまうそういった分野はゼロからやっていきます一方右のページで右のページの方だと三十問第30問5問なんですが募集株式学校これっていうのは普通に勉強するとこだし 普通であれば空欄になる。誰でも取れる論点にな,りなる可能性がある、高いんですね。でもその募集株式発行っていうテーマでも、そのテーマでも難しい論点ってあるわけです。通常のテーマの分野については、難しめな論点のみ。一方、テーマ自体が難しいものについては、そのテーマをゼロから説明すると。こういう形で講義を進めていきます。通常のテーマは難しめなもののみ。 もともと二択になるテーマはゼロから説明するという形で講義をやっていきますで今回扱うテーマは右の午後の方の34問一般財団法人社団財団ですこれ実は簡単な問題ででも大体正答率が70%まずいかないんですよ60%前後ぐらいが限界なんですこのテーマについて ゼロベースから説明していきます。じゃあページは四ページ五ページお願いしましょう。じゃあここから講義の方を始めていきます。第六編一般社団法人等の登記第一節基礎知識第図表一ガイドラインとあって左側一般社団法人とあります。この社団法人というイメージは権利能力なき社団が法人化した場合なんです。 権利能力なき社団が法人化した場合これが一般社団法人ですだからイメージで言うと大学のね同窓会とか PTA また大学のサークルなんかもイメージしてくださいサークル同窓会 PTA でここで強くイメージ持ってほしいのはめちゃくちゃでっかい団体から 社員団体までカバーしようとしてるんです。小さい団体から大きな団体までカバーしようとしてるんです。でイメージはそれでいいとして。攻め方は。遮断は80。八十パー、いや90、九十パー株式と同じです。八十パー、九十パー株式と同じです。うん だから株式と同じようなイメージを持ちながら株式と違うところを覚えるんです縦見ていきましょうか基幹設計社員総会これが株主総会に該当するものです次、三段飛ばして理事これが取締役に該当するものです理事会これが取締役会に該当するものです で理事会のところは三角と書いてます。これ三角は、こちら右上に載ってますが、任意期間となってます。定款規定があれば置けると。定款規定があれば置けるということですね。じゃあ次は漢字。漢字というのは、株式でいと関西役と同じな感じですで。これも本当に株式の知識いけますよ。横見ると 理事会設置一般社団法人、あと会計監査人一般社団法人だと丸、必須機関になります。これって株式もそうでしょ会計監査人を置いたら監査役は、えー、必須でしょ取締役を置いたら監査役必須でしょだからこういうところは別に意識しなくていいんですよ。次、インズあじゃあ会計監査会計監査人、これ三角。で、ただ大規模一般社団法人。 これは丸といわゆる代替社が丸になるという点は同じなんですよただ代替社の定義が違うんです米の1を読んでください最後2行けようかな資本金による基準に相当するものは存在しないというところです資本金というのはないんですねで、 ここのところに色なり何なりを入れておいてほしいんです。最後に行のこね。資本金うんぬんとね。繰り返します。基本株式と同じなんだから、株式と違うところを覚えるんですよ。それやっておくと、知らない問題見たらね、あ、これ多分株式と同じようにいけば多分答えられるなと。株式と違うところを覚えてるんだから、それ以外は株式と同じように考えればいいんだなっていけるんです。 ちょょっと戻りましょうか次はね、設立ってところです。2名以上の社員が必要この2名、ここも違うんですよ、株式と、2名いるってところ。で、ね、これは、社団っていう言葉の定義なんです。社団っていうのは、人の集まりを言うんです。人の集まりを言うんです。で、私みたいに友達がいない人は集まりは作れません。 1>, 1人で集まりって言わないんですよ。なんで、集まりってところから2人いると、株式こんなルールないよね。次、遺言による設立、できない。財産保有規制、これもない。法人格の取得。設る事務所の所在地における設立登記。 え、括弧、えー、主務官庁の許可となってます。バスになってます。登記で効力が生じる。このあたり株式と同じですね。目的の制限。剰余金の分配を目的にしてはならない。事業には別段の制限は設けられていない。公益事業、教育事業、収益事業もか。ここ、株式と違うところです。剰余金の分配を目的にしてはいけないと。で、で、これも、間違ってほしくないのは、 儲けちゃいけないなんて一言も言ってないからね儲けを出しちゃいけないなんて一言も言ってないんだよ儲けを出すことは別に構わないんです構成員に分配しちゃいけないんだと構成員に分配しちゃいけないんだと実はねあの実はそこで分かれちゃうんですあの、ね、団体を作るときに構成員に分配したければ会社構成員に分配したければ会社そうじゃなければ他の法人が選べるんです 実は会社っていう選んだ場合はメンバーに分配するってことが要求されるんですよ。で、くどいようですが、儲けちゃいけないというわけじゃないんで、そこは注意してください。儲けることは問題ないんですからね。はい、そこまででしょうか。 ででなんですがちょっと今度は右の方行きましょう今度は一般財団法人でこれは相当違います毛色がでまず先にざっくりイメージだけ使いましょう、えっと、番章の1枚目をめくってください番章の1枚目のほうですでちょっと画面のほうも使いましょうかねじゃあちょっと名前だけつけようかじゃあこれ X さんとかしとこうかな あ,のある X さんって方がいてね、まあ、お金を結構持っていたんですでこの自分のお金をねこの ABC っていう研究者にちょっと研究してもらって、まあ、あのコロナの治療薬コロナの治療薬を作ってもらいたいと自分のお金を使ってコロナの治療薬を作ってもらいたいと,と考えていたようですでこれやり方としてはねまずね渡し方の一つは信託っていう方法があるんですよ信託で渡して研究に使ってくれっていう方法があるんだけど 新宅でやっちゃうと、所有権持ってかれちゃうんですよ。右の文書見てください。ABC に所有権をあげたくない。そこで、ね、財産を本にし、ABC がそれを運用する形にする。運用する形にする。で、この運用の形、これね、本当は代表なんだけど、まずイメージ代理って持って、代理。 代理として運用、本当は代表なんだけどね、本当は代表なんだけど、代理として運用と思ってみて、そのために財産に権利能力、法人にしたと、どういうことかというと、ちょっとこれ、画面の方また使っていきますと、えい、いきますとね、これね、これを代理人にするんですよ。 で代理ににするには本人がいるんです本人がなければ代理,代理は成立しませんでかといってあとで言うんだけどこの人は経営にタッチしたくないんですこれを本人できないんですよ本人は経営にタッチしたくないからそこへどうするかというとね財産を寄付してもらってこれを人にしちゃうんです人に人にしちゃうんです これを人にすればここを本人にできるんですよ財産を渡すこれを人にしてしまうそうすれば本人代理人本人代理人で代理が成立できるんです財産を人にして代理を成立させると財産を人にして 代理を成立させるとただこれって皆さんも普段の勉強とかよくやる論点で出てるはずなんです相続財産管理人あれも同じです相続財産管理人も財産が人になって管理人が代理ですよあそこと同じなんですねってことで代理として運用させるために代理として運用させるために財産を人にしたんだと そう考えがたいちょっとこれまた膨らませますよえい。じゃあ今度ねちょっと見づらいとこで申し訳ないこの辺りの文章見つかるでしょうか。設立者は運営にタッチしないさっきね財産を寄付した X さんこの X を設立者財産を渡した人を設立者と考えてください。 でこの人は基本経営にタッチしませんその下寄付された財産は理事が運用する理事が乱用する危険がありますそこでその下監視を厳しくしたんですその監視誰が行うかっていうと一番監視する機構は誰かっていうと評議員ってやつなんですちょっとこれね 右のほうにちょっと具体例を1つ書きました、えー、昔の日本 S モ協会のところです日本昔です今じゃありませんあと評議員って方がいてでそこにいろんな方がいるんですよで今シたちで何やるかっていうと理事を見張るんですこの理事のとこ見てください今じゃありませんがね昔高の穴 <laughs> であの評、ー、議員に「イケとかいませんか あのー、だんだんこの話題が通じなくなってくるんですけど当時ぴょん花がいた時って池坊さんとバチバチやったんですねあれっていうのは評議員が理事を見張るからこそそういうことをやったんですよ嫌がらせないんですよ評議員は理事を見張るっていうのをお仕事なんですじゃあそれ前提でちょっと絵に再考していきます絵の方お願い一緒に見てください 評議員っていうのが集まって、これは評議委員会っていうのを作ります。これも会議体を作ります。で、彼らがやることっていうのが、理事を見張ることなんです。見張る。監視することなんです。で、監視するところの一番の実効性があるものは何かっていうと、それは。 選ぶことと首が切れることなんです監視の一番の,あの殿下の法とは会員です選ぶことと首切ることができるようにしてるんですただ監視はこれだけじゃすみませんこれね 表議員は実は自分たちとは別部隊の監視を選べます別部隊の監視を選べますこれが漢字です別部隊の監視これが漢字です自分たちも監視できますが別部隊に見張ってもらうってこともできます そしてここ,までがここまでが必須期間なんです、必須期間なんです、評議員絶対、あ一1個忘れた、えっと、理事の集まり、理事会も絶対、評議員、理事会、幹事まで絶対なんです、ちょっと1個飛ばしちゃったんだけどね、あの株式会社でも取締役会のお仕事の1つは、取締役の見張りだってできます。 取締役会のお仕事の一つは取締役の見張り理事会っていうのも理事の見張りです理事会っも理事の見張りです唯一任意機関は1個だけこれ評議員が選ぶんですが会計監査人これも選ぶことができますがここだけ任意ですここだけ任意です じゃあちょっとこれ表で確認しましょうか、表の方を見てください。えー、まず、一般財団法人、縦に見ていきますと、一定の目的のために結合された一段の財産、ちょっとこれ、マークできる、社員、構成員が存在しない、社員は存在しないと。で、その下にいきますと、機関設計。 社員総会ではなく、その代わりにその下、評議員、評議委員会は丸、必須機関です。そして、理事と理事会まで必須、幹事まで必須です。唯一任意機関が、その下の会計監査人です。ここだけ任意機関です。で、大規模だった場合が必須になるという点は同じです。 1>, 人数1名以上の設立者でいい、ここは1名で構わない。で、次、遺言による設立、これどういうことか、遺言、ここです、これ、これ、これ、この寄付を贈与の形でするか、遺贈の形でするかということです、贈与の形で行うもできるし、遺贈って形式でもできますよと。 で次ちょっとこれはなんか、ね、マークかなんか昇進です、財産保有規制、300万ってうころなんです。これ、株式会社って別に財産保有、いくら持たない、いくら持たなきゃいけないっていう規制はどこにもありません、この財団だけ唯一あるんです。で、この300万って株式でもある基準になってるの知ってるでしょうか。 剰余金配当ができる基準でです常用金配当ができる純資産の基準です実はねこの300万ってもともとは今でいう特例有限会社の最低資本金だったんです大昔なんだけどね大昔は有限会社作るには300万が必要だったんですよその数字がやってきてますはいあと法人格取得 目的制限、この辺りは同じです。と、はいうことで,で、この辺りでまず一つ目の表は終わりにして、次の表に行きたいんですが、その前に、このページの表、タイトルのところを見てほしいんですが、ガイドライン、暗記って書いてますよね。暗記と書いてますね。各表にタイトルには暗記というマークがついているものもあれば、ついてないものがあります。 例えば右のページのほうのタイトルにはそのマークはついておりませんその次のページはついてるかなでこの暗記というマークがついていたものについては覚えてほしいんですでらい覚えるっていうのはこんな感じですよいしょ復習の時にこの表暗記の表があったら 隠して宣言しししててほいんです隠して言えるようにしてほしいんですこれが暗記と書いていたときにやってほしいことなんです暗記と書いてあったものについては表を隠して宣言するとこれをやってほしいんです1ページちょっと戻っていただけるでしょうか ポイント3インプットテキストでアウトプットをするアウトプットメインの学習は学習しやすいという利点がありますが問われたところしか答えられなくなるというデメリットがあります一方えインプットメインの学習は網羅性があるというメリットはありますが学習の達成感がない学習しにくいというデメリットがありますそこで思ったんです インプットティクストでアウトプットができれば一番だなと思うんです。これができればお互いのメリットデメリットを補えるんですよ。そこで今回、というか昔からなんですけど、表を覚えていってほしいんです。表を隠して宣言していってほしいんです。暗記という言い方をすると嫌だと言うんだったら、表をアウトプットする。表を隠して表でアウトプットするということなんです。 えっと最後2行ですが講義期間中はインプット講義とは別に多くの問題を解く必要はありません指摘した問題とこの講義の暗記に専念してください、えー、同じことを繰り返しますがこの講座の場合復習は基本的には読み進めるプラス暗記のところを隠して宣言する暗記のところを隠して宣言する基本はそれだけで結構です 何か別個に問題を解くなんて必要は特にありません。表を隠して宣言する、それで十分アウトプットになるんです。で、このあたり、えー、あまり言い過ぎると嫌われるので、特に言いたいと思います。問題演習をメインにすると、その問題で問われた、例えばね、ここは問われているとしたら、その部分は答えられる,答えられるなんです。 で解いた後に何かの表に戻って確認する作業をするんだったら周辺が答えられるようになるでしょうでも多くの方はその問題の丸バだけ覚えて次に行っちゃいますそうすると出てない周辺が問われたきに答えられないんです一方表でちゃんとアウトプットをしていた方はどこが問われてもちゃんと表でアウトプットしてるから答えられるんです 私が一番皆さんんに伝えたいののはこの部分なんです。問題演習だけやってるとそこは答えられるけど他ができないで他ができるようにしてほしいので表を隠して宣言してもらいたいでかといってどの表がちゃんと覚えなくちゃいけなくてどれは理解でいいのかっていう選別が難しいと思いますそこでこの講座では「 レジュメのタイトル、すべてのところに覚えるべきものは暗記というマークを入れ読んで理解で終わりでいいものはそのマークを入れていませんはいということでぜひこの講座の場合受けた場合はこの隠して宣言するっていう作業をぜひ取り入れてくださいじゃあ中身の方、続けていきましょうか 5ページの方お願いします図表に、各法人の定款の絶対的記載事項横断整理、絶対的記載事項と、でこちら、株式、持ち分、社団、財団と載っていまして、定款の絶対的記載事項がまとまっています。 一、二、三は共通なんで無視です。四番のとこです。株式。設立に際して出資される財産の価格、または最低額。持ち分。社員の出資の目的、及びその価格、または評価の標準。遮断飛ばして一番右。財団。設立に際して、設立者が拒出する財産、及び価格。まあ出す財産について、どんな財産が出されますか、というのが載っていると思うんですけど、遮断だけ、そこ空欄でしょう。 比較すするるとわかるんで米の位置を見てください一般社団法人の社員は出資の必要はないが経費支払い義務があるとあの私社団のイメージ PTA とか OB 会とか大学のサークルとか行ったと思うんですでっかい団体からちっちゃい団体まで想定してます この特にちっちゃい団体のことを考えて出資を要件にしなかったんですちっちゃい団体ちっちゃい、ね、大学のサー,大サークルとかなんかのクラブを作る出資というのを要件にしなかったんですでもどうですあのなんかサークルとか OB 会とか入るとなんか払わされますよね毎年のように会費ってやつ <laughs> ってことで出資を要件にしなかったんですが 会費をつど都と払うこと、会費をつどくと払うことで構わないとしたんです。下、斜め読みで結構です。読んでみてください。 ちょっとこれ補足をさせてください番章の、ね、先ほどのページ下の方を使わせてください一般法人は出資を不要とする基金と経費で運営する基金と経費で運営する経費というのはさっき言ったレジュメに載っている通り。りもう1個は基金という文字ですで 資金っていう文字を見ると何かプラスっぽい良い,いイメージ持つと思うんですが実は逆ですちょっと文章131を読んでみてくださいパッと見分かりづらいと思うんで少し線を引きますと 返還義務って字見つかります。返還義務。これね、こう思って、基金は借金です。もっと言いましょうか、株式でいうとこの、社債です。株式でいうとこの社債なんです。プラスっぽいイメージじゃないんですよ。むしろマイナスなんですね。 でね、しかもねこれね借金なんだけどこれね借金なんだけど貸し手側の立場はかなり弱いんです払った側ねお金出した側お金を出した側つまり貸した側の立場は相当弱いんです下を見てください基金の性質一般社団法人が解散しない限り返還されません次他の債権者に対し基金は劣後遅れます 実はこれ、後でやるんですけど、債権者保護手続きも影響してくるんです。債権者保護手続きでも影響してくるんです。他のやつより劣後します。遅れちゃうんです。次。返済義務が足りない場合は、基金は返還されない。元本保証もありません。本当弱いんですよ。非常に弱い立場なんです。 で遮断についてはもともと出資する義務がないのでこういった経費と基金という2つの制度を設けて運営することを認めていますレジュメ5ページの方に戻ってくださいまあちなみになんですがあの、まあ、今の繰り返しなんですけどねあのこれ表にしてるっていうメリットはやっぱりあって表にすると こう横に並べるとねあここだけ違うって分かるんです一個一個見てもああなんとも思わないのが並べることによって違いが出てきますこれも表での学習のメリットなんですじゃあ次「丸五の欄をちょっと比較してみようえっと「持ち分会社丸四社員の氏名または名称及び住所と社員を定価に記載しますよね 左側株式どうだっけあの株式で株主を定款に書いたら定款どうなっちゃうよ書かないよね株主を定款に書かないよねじゃあ次、遮断の丸四、持ち分と若干違うの分かる設立時ってなってな立ち上げ時みたいなだけなんですよ。立ち上げ時のメンバーだけなんです。 あの全メンバー書変えたらね、大学の OB 会の定款毎年どうなりますかね、毎年定款変更ですよ。やはりこれっていうのはこれ、社員全員にするのは、社団側にとって負担が重くなります、設立時だけということね。で、財団、財団に至っては、設立者の氏名、または名称および住所、えー、財産を寄付した人。 寄付した人の名前を書いていきます。下段のところ、縦に見ますと次は丸5番。社員の宿泊の特奏に関する規定とあります。例えばこれ、大学の OB 会のであれば、この大学の OB であること、この大学の OB であること、なんてことが載るでしょう。 財団の6ととについいてては後で説明しますちょっと待っ待ください財団の8番、評議員の選任および会員に関する事項、これがかなり重要です。何かっていうと、一回画面使ってからものを見せますね。よいしょ。理事、幹事、会計、監査人は評議員が決めるんです。 理事、幹事会計監査人は評議員が決めるんですじゃあ評議員自身はどう決めるのと評議員自身はどう決めるのと結論から言えば法人語と違うんです評議員をどう選ぶかは法人語と違うんです法人がうちはどう選ぶかを決められるんですよ ちょっとこれものが7ページの方にありますのでちょっとそちらの方を開けてもらっていいでしょうかね。7ページの方ですがえこちら財団の定款令と入れまして第10条、評議員の選任及び解任は評議員選定委員会において行うと。 第条ね、ここはなんかそういう決,まった決め方らしいんですよで他にも設立者が決めるとかあとね公益的なものだとね,あのね市長に決めてもらうとかそんなようにねあの決め方は財団ごと違うんですこれ以外にしましょうかねなのでこれちょ今回はご紹介できないんですがこれ実際設立後に評議員を選んで 登記申請をするとき、設立後に評議員を選んで設立登記をするときは、定款が添付書類になります。定款が添付書類になります。選び方は法人ごと違うので、選び方が法人ごと違うので、定款が添付書類になります。 では戻りましょうか。5ページの最後、えー、と財団の9、10、社団の6、7かな。広告方法と事業年度です。5ページのほうね。で、ちょっと確認ね。今やってることは何かっていうと、これは定款の絶対的記載事項です。 書かなきゃ無効になるって事柄です。社団財団は広告方法と事業年度が絶対的記載事項です。左見てください。株式会社、持ち分会社はここ空欄です。違いますよねちょっとこれ表でまとめましたので見ていきましょう。ページ6ページの図表を見てください。 右側の会社の部分。縦に見ますと、官報に掲載する方法、丸。時事を掲載、関する、事故をする日刊新聞に掲載する方法、丸。電子広告、丸。で、次がツ、一番下、丸五、定款で広告法を定めないこと。これが OK ですよね。ただ、この場合、強制的に官報になるんでした。 一方ね左の社団財団ですが123は丸なんですが丸4主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する主たる事務所個人数主たる事務所に掲示すると僕たち囲碁クラブですあ<は>僕たち囲碁クラブ、うん、作ると思うんですけど広告方法って何ですかあこれねあのメンバーたちに知らせる方法なんですよ どんな方法がいいんですか。あ,あの漢方っていう方法があるけど,どういやそんな大それたことじゃあ新聞に載せるのはいやだからあのうちは友達だけでやってるんでそういうのもないなななじゃあネットはどうかないやだから友達だけでやってるんでそういうこといいんですんでもなん,かなんかもっといい方法ありません,うんじゃああの,あの事,務事務所っていうかサークル室あるはいありますあのそこに書くってとうあそれがいいあそれがいいと。 大きな団体からちっちゃい団体なんですよ。このちっちゃい団体に、この一二三て要求できないんですよね。このちっちゃいちっちゃい団体に漢、ね、方に載せるとかね、ネットに載せるとか。そんなことよりも、なんかその、あのサークルスの黒板に書きますよと。それが精一杯だと思うんですよ。はい、まあある意味、うちはだけだから、こっちが認めれます。一方した。 定管で公を定で告をめない。これは許されないと絶対的記載事項必要的記載事項だから書かないということを認めないんだと。ということでこちらの表も暗記というふうになっていますなのでもしちょっとよければちょっと今隠してやってみてください丸伐の宣言をしてみてください 隠して宣言するってことをやってみてください。見てわかるると言える言ええないは話は話別ですあの、ね、この点のことを言うと、ね、嫌われるので、もうとこと言います、私はあの、ね。僕は理解中心でいきたいんですと、暗記なんてことをしないで、理解中心でいきたいんです、私のときに理解させますよ、暗記という作業はしたくありませんという方。 そのあなたに言う。あのね、理解だけでやっていくとね、ブレるぞ。ブレる。調子によっていい悪いがブレちゃうんですよ。理解だけだと。そしてね、わかると思うんだけど、今年の午後、思い出す時間があると思うかあの分量、思い出すながらやったら終わんないんですよ。パンパンと出なければ終わんないんです。 暗記をしていればぶれませんそして暗記をしていればポンと出てくるんです。この作業は強く強くしますていうか逆に言うとこの作業をしないんだったらこの講座を取る意味ありませんこんだけ厳しく言って毎年祝賀会かなんかでやっぱり暗記が重要だって分かりましたともうそういう声を毎年聞くのが嬉しいんです。 この作業をするかしないか、ここは大きく分かれてくると思ってください。偉そうなこと言っておいて、1個説明を忘れたことが箇所がありました。<laughs> えっと、すみません、えっと、戻ってもらっていいですか、えっとね、5ページ、本当にすみません、完全に忘れてました、すみません、えっとね、5ページの、<laughs> えっとね、財団の丸八番、5ページの財団の丸八番、表現の選び方、これ、法人によって違うよって言ったじゃないですか。 でどう選ぶかっていうのは市長が選ぶよとかいろんな選び方があると言ったんですが実はね次のページの米の2さあどう思うこれ画面に見て「高野花がイケボの千人権を持つ」「高野花がイケボの千回人権を持つ」と。 これはまずいよね。っていうのは、見張る人、見張られる人でしょ見張られる方が、見張る人間の人事権を持ったら意味がないんですよ。見張られる方が、見張る人間の人事権を持ったら意味がないんです。なので、法律では唯一そ、そこだけはだめですよと。 見見られるる方方がの専任権を持つこれはだめですよとあとはいいですよとしています。よいしょではこれぐらいにしましてじゃあ次は8ページの方までいきましょうか。 で次は、図表タイトル。社団法人、財団法人の登記事項、今度は何が登記されるかというところなんですが、ちょっとごめんなさい、ここはね、暗記のマーク削ってください、暗記のマークは削っちゃってください。でね、ここの学習は暗記という方法で隠すじゃなくて、罰について理由を説明、罰について理由が言えればいいです、一個一個隠して言うじゃなくて、罰をつけて理由が言えればいいです。 でそれが言えれば、本番でもね、あこれ、登記できないっていうふうに言えますんで、×のところが理解できればいいです。よし、じゃあまずね、遮断を縦に、遮断を縦に見ていきます。えっとね、×バツが見つかります、どこかで×バツ。 資産の総額ってところ見つかる資産の総額でこの資産の総額っていうのはあのこれで分かるかな貸借対照表貸借対照表って、えっと、資産の部負債の部純資産の部となっていると思うんですでこのこちらの資産の部の一番下の数字1円単位ですこれが資産の総額という部分ですで実はこれ 昔は登記事項だし、今でも登記事項の団体があります。一円単位です。実はこれ条文ないと。毎日変更登記です。条文がないと毎日変更登記です。で、さすがに可哀想なので、毎日変更登記は可哀想なので。えっと、こちら法人等登記例で、一年に一回やればいいとしたんです。一年に一回やればいいとしているんです。 あのね、これはまた本体で説明しますが資産の総額を登記事項にしてる団体は毎日変わっちゃう毎日変わっちゃうとか,かわいそうだから1年に1回やればいいとしているんですっていうかこれ逆に言うよ1年に1回やればいいってことは逆から言えば1年に1回登記に来いってことなんですよ小さい団体もあるため 登記を要求しきれない小さい団体もあるため登記を要求しきれないそこでこれ登記事項から外しました昔は登記事項だったんですが小さい団体に毎年登記に来い小さい団体に毎年登記に来いというのは酷なので登記事項から外しました 他の法人では投機事項の団体は今でもちゃんとありますしそれは本試験でも出ています資産の総額は投機事項は何かと確か平成28年かなに問題がありましたじゃあ次基金の額これが罰になってますこの基金というのは社債株式でいうと社債と言いましたよね社債は投機事項じゃないですよね社債は投機事項じゃないですよね で下を追っかけていきましょうかあの、ね、横棒は制度がないんで考えないでいい。横棒はせその制度がないから無視しちゃっていい。横棒はね、次、社員社員の資格に関するサめ社員関係は登記しません。書いたらキリがないです。大学の OB 会メンバー書いたらすごいことになりますよ。書いたらキリがない。 こんな感じでね、毎年登記させるのはかわいそうだ、謝罪は登記事項じゃない、きりがないという形で、罰のところが言えればそれで構いません。一方、右、財団、もうこれを罰をかけてきますと、資産の総額、これ同じような理由で罰。そして次の罰です、理事会設置法人である旨、罰。2個飛ばして 評議委員会設置法人である旨、×。そしてもうちょっと下1点、いきますと、えこちら、幹事設置法人である旨、×。幹事設置法人である旨、×。と載っています。ちょっとだい確認をしてください。えっとね、何ページだっけな ?4 ページの方で今一度ガイドラインを見てほしいんですが、財団法人って、 評議委員会幹事、そして理事会って2位だっけ、必須だっけ。これむしろ必須ですよね。ちょっとこれ、またパラパラめくろうか。あの9ページ、これ、社団の登記簿です。社団の登記簿の一番下。えっと、下から4行かな。理事会設置法人に関する事項。 幹事設置法人に関する事項会計監査人設置法人に関する事項遮断はこれ登記事項なんですよ一方ページめくって10ページの一番下これ財団なんですがこれ財団って幹事とかいるのに下の方に幹事設置法人である旨は登記事項になってないんです まあちょっと同じことを繰り返して先にいきますと例えば株式会社ね株式会社だと取締役会設置会社って登記事項ですよねうちはすげえんだようち取締役会あるんだようぜえなと、うん、それ登記事項ですうちなんかな何うちなんかうちなんか株主総会あるからな株主総会あんだぞ株主総会設置会社だよいや全部そうだからあの全部全部株主総会あるからさあこれで分かってきた 株式会社って株主総会設置会社って登記しませんよね。なんでかって言ったら絶対株主総会設置だから。じゃあそれでもう一回確認しようか。8ページのこの×のとこのね。評議委員会設置法人の胸×。理事会設置法人の胸×。下の方にいて幹事設置法人である胸×。これは 必須期間だから工事する必要なし必須期間だから工事する意味がない必須期間だからなんですね必須期間だから工事する意味がない絶対,そう絶対置いたんだもん株主総会設置会社というのと同じ感じですあの一方ねちょっとこれ読みづらくて申し訳ないんだけどえっとどういうんだろう 幹事設置法人の下2個目かな下2個目。会計監査人設置法人である旨。これ、会計監査は任意期間だから、これ丸ですよね。会計監査は任意期間だから丸なんですよ。 ちょっとこれあと、ね、もう1個場所が指摘しにくいので画面を出しますね、えっと、別に色をつける必要ではありません、えっと、ここ見つかります、これ。あのね、実は漢字は普通のときは必須期間なんですが生産中は任意期間です、生産中の漢字は任意期間なんです。 なので通常時は登記事項じゃないんですが解散時は登記事項になるんですよでこれ両方出てるんです通常の時は登記事項じゃないっていうのが、えー、と29年で解散時は登記事項だっていうのが24年なんです両方出てるんですよ ということでこれぐらいにしましょうかでごめんね、1箇所だけちょっと罰を説明してませんでした、えっとね、今見た漢字の、ね、2個上かな、設立者罰って見つかる、設立者罰ちょっとこれ、比較してほしいのは、前のページの定款記載事項、どうでしょうか、前のページ定管記載事項あ2個前、2個前だ、2個前、5ページの定款記載事項の丸5番。 定管記載事項には設立者は載るんですでもね、外部には誰が寄付したかは見えないようにしてるんです寄付した人、外部には見せないようにしてるんですこれはねいろいろ議論はあったらしいんだけど見せたくない人の方が多いだろうという本当に理屈じゃない理由らしいんですよね内部的には誰が寄付したかはかるんですでも外に誰が寄付したかってなんては見せたくないと。 なんでちょっとここは理屈とは外れると思います。というところでこの表についてはくどいようですが×バツのところを毎回見ていく×バツを毎回見ていってその×の理由が言えれば OK で実際問題が出たときに自分が×で覚えたものじゃなければ丸って言っちゃえばいいわけです。 ばっちり理解したものとか以外が出れば丸と言っちゃえばいいんです。そういう形で取り組んでください。はい、じゃあこれぐらいにしまして、十ページ十一ページぐらい開けながら、少し軽い休憩入りましょうかね。 え講義自体は1時間25分、30分で半分、そしてもう1時間25分から30分で半分となってますが、えー、私の講義の場合、大体60分ぐらいのところでちょっと軽い休憩を取ろうかと思ってます。あのトイレに行ってほしいはそういうわけじゃなくてあの、首をもむなり、肩をもむなり、足をもむなりして、ちょっと軽い、ね、リフレッシュをしてください。人間の習性い大体60分ぐらいは限界だと思っているので。よし。じゃあ、ここから格論の登記に行きます。11ページ以降です。 でこの格論登記からなんですがこれをもう、ね、学習は株式と違うところだけ抑えていくこれが効率的だし一番印象に残りますなので色なり何な,なりで構いません用意の方だけお願いしますじゃあまずは第2節設立1概略図表10一般社団法人の設立手続き基本的にはこれ発起,起設立と同じなんですよ ざっくりでいい縦に見て,ってでね一箇所だけマークして下から二段目定款に定めがある場合は基金の募集・拠出。 というのがこの基金というのは、基金というのは、これ、絶対集めるじゃないんですよ。定款に定めがあるときだけ集めればいいんです。だから、必須じゃないってこと、必須じゃないってことね。はい、じゃ次は、図表11、一般財団法人の設立。で、これもほとんど同じなんですが、1箇所。 まずね、左は色つけないといけない。右ね。左だから,いやいやいいからね、右だからね、つけてほしいな。左。生前処分の場合。これ何かっていうと、よいしょ、ここの話。この寄付が、贈与なのか、遺贈なのか。贈与か遺贈かで違うんですね。で、贈与のケースが左です。設立者による定款作成。設立者、寄付する人だよ。寄付する人ね。 一方右遺言による場合設立者が遺言で定款内容を定め一般財団法人を設立する意思表示をする遺言で決めるんです遺言で決めるんですが次の2行ですこれね遺言書が定款になるわけではないんです遺言書が定款になるわけではなく遺言執行者が それを見ながら定観を作るんです。遺言執行者が別個定観を作るんです。 よろしいでしいょうか遺言書が定款になるわけじゃないってことね。っは多分、遺言書ってほかにもいろいろ別のことが書いてあると思うんですよあの。その設立だけの遺言だったらまだいいんですけどね、なんか遺言でこれは設立する、なお、この土地は誰かにあげる、なお、この建物誰かにあげるとか、他に別のいろんなこと載っているので、えこちら、定款は別個に作りましょうと。っいうことで、一番下の注意書きを見てください。遺言書および、 節者の死亡しようする書面ならびに遺言執行者の資格を使する書面を添付することを要しない要しないあの結局遺言書があったとしても結局最後定款をつけるんですよその結果出る定款をつけるのでこの結果が分かっているのでこの結果の部分が分かっているので前提はあえて立証しなくて構いません前提部分はあえて立証しなくて構いません 結果の部分である定観を添付するので前提部分を立証する必要はないと。でこれが今年の、ね、令和3年34で問われている論点です。 このページの色の話はこの2箇所かな、あ全部で2箇所、遮、え、断、ー、の方は下から2段目で、財団の方は遺言による場合というところね、あとはもう万が一出た場合は、株式の場合と同じように考えて、考えてえー、と処理をしてください。見てるかな、うん、じゃあ、今度はページ13ページ。 で、役員の選び方、役員をどう選ぶかっていうのがまとまってます。上と下があって、上が社団の図表で、下が財団です。で、ここも基本株式の知識をそのまま使えば構いません。一箇所だけ。表デート下段、図表16の方。そこの上4段。設立評議員、設立市理事、設立士幹事、設立市会計監査人。一番右の選任方法の部分、ここだけ違います。 読んでみてください定款で決めるまたは定款で定めた選任方法と書いてますちょっとまず誤解ないように誤解ないようにもう一回画面使うよあのね理事幹事会計監査人っていうのは評議員が決めるって言うでしょ評議員が決めるんだよね設立時だけ違うんです 設立時だけ違うんです。もう一回、丸ルチ読むよ。定款に定めた選任方法って書いてあるでしょ。で、上は定款になってるね。ちょっと確認したいんだけど、あちょっと物見せるかな、と思ね。定款は、あ見るがいいかね。設立者が作ってるでしょ。定款は設立者が作る。 ぶっちゃけ言えば金出してるんですよ金出したんだから初期メンバーは自分が決めたいんです金を出したんだから初期メンバーは自分が決めたいんですよで自分が決めちゃってもいいし初期メンバーの選び方を決めておいてそれに合わせて決めるっていう方法もありです設立者と書いてますかね まず大元の趣旨はそこね大元の趣旨は金を出してるんだから一発目のメンバーは自分が決めたいとそれを自分自身で決めてもいいし決め方を決めてもいいんですよいしょちょっとこれ物を見てからえっ、ー、っていこうかうんじゃあね 7ページ戻れるごめんね早くてちょっとこれアップさせてから場所指摘するからね7ページがあって場所で言うと下の方の不足「不足1」見てやって「不足1」。 設立者表現、設立者理事、および設立者幹事は、設立者の決議によって選任すると。いけたかなで、もう1個ページ戻れる。5ページの方ね、ごめんなさいね。で、5ページの絶対的記載事項で、6と7を説明してないんです、私。6と7。 確認してみてみください。6と7。これが今の部分なのね設立の時の選び方っていうのを決めておきなさいと。はい。ということでほとんどこれで設立手続き。 違う点はおしままいになりますあと1点2点ですページは何ページかな15ページまで行ってくださいはい15ページ6の2添付書面とありますまたここも違うところだけ意識してマークなんかしてください財団の番号丸二番財団の番号丸二番を見てください 財産の拠出、えー、の履行があったことを称する書面、まあ、財産の寄付の立証ですこれは、ね、株式と言葉が若干違いますね払い込みがあったことを称する書面とか言い,方にしい言,い言い方をしないでしょで、ね、ちょっとこれ色どうつけるか難しいんだけど左が空欄じゃない空欄遮断の方が空欄でしょだって 社団って財産の出資は義務じゃないよね。財産の出資は義務じゃないんで、財産の出資は義務じゃないんで。これ社団の方は空欄だよね。横に並べて比較すると違いがわかります。で、違いがわかると覚えやすくなります。 またねあと一番違うのが一番下のね左は6右の8でねうわ読みたくねって思うのでちょっと言うから答えてあの株式の場合って本店所在地を定款で書いて細かいところは誰が決める具体的な場所は発起人が決めるよね細かいことは発起人が決めるよねじゃあ一番下って実はその話で社団財団の設立 細かいことは誰が決めるか読み取ってみて細かいことは誰が決めるか読み取ってみて左側は「設立時社員」って字がなかった設立時社員そこだけにマークして右は 設立者だね右は設立者が決めていくと細かいところはえこちら株式は発起人社団の方ははこちら設立者社員財団の方は設立者が決めるとそのように考えてくださいもう一回繰り返して上で少し頭の体操というか実践をしましょうか えっと、今結構色つけてもらったんですがその色つけてもらったところ以外は基本株式と同じように考えていってください例えばです「登記期間っていつから2週間でしょう?」「株式の場合の設立っていつから2週間でしたっけ?」ちょっとこれは細かい論点だからきついかもしれないよじゃあもう少しね 株式で発起設立の手続き終了っていった場合、発起設立っていつ手続き終わる設立調査です。設立調査で終わるから、設立調査から2週間。ただ、この設立調査の日が、物滅だったら、その日に登記なんかしたくないと。その場合に備えて、なんかできたでしょう。 発起人が日にちを決めちゃうと、発起人が今日で決まり、今日で終わりと決められましたよね。で、株式の場合は、設立調査の終了日か、発起人が定めた日です。じゃあ、これを遮断だったらどう置き換えになると思う遮断だったら。左側のページいける 左側のページの図表17。左側のページの図表17の左側。一般社団法人、したる事務所の所在地。以下に掲げる日のいずれか遅い日から2週間。設立時、理事長の調査終了日。調査終了日。下段。設立時、社員が定める日。発金の代わりが設立時、社員だよね。じゃあもう分かると思うけど、あえて言うよ。財団だったらどうなんの 右側見てごらん設立理事長の調査終了日設立者が定めた日となるわけつまり置き換えで済むんですよ違うとこをちゃんと押さえておけばほかが聞かれえた場合ね株式だったらどうなるかなって思い出してその株式の知識だとあっ発金の代わりはこうだったよなっていうふうに置き換えていいんです とということなのでこの置き換えで済みますから、まあ、ぶっちゃけここで覚えるんじゃなくてあの株式のところでちゃんと覚えておけば置き換えで済むんだから覚えなくてもいいんですよでもね過去問の繰り返しをひたすらやる方はこの左の28三35かな多分ねこれ何回も何回もやって覚えな走るんですよいやー無駄な作業ですよねそんな過去問の丸抜の繰り返しするんだったらちゃんと覚えて当てはめるだけ済むんですからそれこそまさに無駄な学習なんですよ 別に私だってね、あの無理してこうう、なんだろ暗記しろ暗記しろとかね、あの理解しろ理解しろとかね、そんな、ね、あの根性論だけやるわけじゃないんですあの私やっぱ考えてるのはいかに効率的に物事を抑えていくかどんだけ最低限のものだけ覚えてどんだけやっぱり合格するかってことはやっぱずっと考えてるんですよでその中でもやっぱり暗記っていったものがあるのでその暗記とそれでもいったものについては絶対抑えていってほしいんです。 一旦ここで、えー、話を一旦切りますがこれで一旦まあとりあえず講義の方は大体何となくは終わりになりますで皆さんの復習としてはここまでのところ今日の復習としては何ページだっけよいしょ4ページからか4ページからずっと読んでいって暗記というマークがあったらそこを隠して宣言する暗記というマークがあったらそこを隠して宣言する5ページなんかは暗記じゃないから まあ読んだ面を見ていけばいいと6ページは暗記がありますから、まあ、そこは各自宣言すると8ページは理解か8ページの方はあれですよねで11ページ以降についてはもう私はもう色をつけるとかいうことしか言ってませんよねなのでその時についてはもう色をつけたところだけを確認していくとここは特に暗記のマークはないんでそれで十分です で基本的にはそのアウトプット自体は表を隠して宣言するってことだけで十分です。何かをやらなきゃいけないという義務は全くえ、何かをやらなきゃいけないと、それがやるぐらいだったら、それだったら、ね、暗記の作業を繰り返したほうがいいです。でただねあの、どうしても,どうしてもやっぱ問題とかないと気持ち悪いと、もしくは、ね、やった感が、ね、もうちょっと欲しいんだという方もいらっしゃると思うので、よいしょ、番章のほうでは次のページ見てください。 ちょっと今形式としては番章でお配りするというよりも毎回毎回最低限この問題だけ解いてくれとといった問題を指摘しようかなと思ってますこの分野に関しては本当にこの1問だけでいいから解いておいてほしいとっていうことをね1問か2問ぐらい分野ごとに指摘すると思いますでその最低限してきたものは解いてほしいなと思いますなんで復習としては今言った作業と指摘した問題をクリアすればもう終わりと思って それで次の講義の方に来ちゃってくださいちょっとだけもう少し話をさ、えーえー、続けさせてくださいレジュメ17ページ以降ちょっとパラパラめくってください民法なんですであの民法に関してはちょっと作りを少し変えてます他は図表メインでやってるんですが民法に関しては条文をベースにしながら 条文をベースにににししながらととこころろど表をを入れていくという形にしていいいくう形ます条文を全条文を入れていますところどころに表を入れていますでもちろん、ね、その条文全部は載せるんですが読まなくていいという条文はちゃんと別個にお知らせします条文は載せるけどここの条文は読まなくていいよという指摘は毎回しますただ、ねそ,のえー、その指摘したもの以外の条文は読んでいってほしいんです。 あの。実はこの試験。条文の問題は結構あるんですよ。でこの条文の問題っていうのは。あの A. が B. に対してうんぬんっていう事例問題だったら条文と言いません。単純に。民法の条文をコピーして貼り付けて。そのままにするか。 コピーして貼り付けて、ちょっと文字を変えるかと。いうものを条文問題と私は読んでいます。実は今年の午前科目。条文問題がすごく多いんです。十二問あるんですよ。で条文問題っていうのはあのね。条文を普段読んでいる人に見ればね。あ、同じだ。そうそうそう。こういう文んがある。見たことある。見たことあると。と言って、すんなりいけるんですが。普段条文読んでない人から見ればね。 なんかこの文言気になる。ここのまたは、またはに何かがあるような気がする。なんかこれが違うような気がするとかね。あのね、普段条文読んでない人にはかなり惑わせるものなんですよ。で、こういった条文問題の対策のためには、やっぱり条文に普段から接するのが一番だと思います。また、民法は、漏れがあったらまずいのは分かってますよね。漏れ、漏れなく勉強するには、 やはり条文を読んんででいくのが一番安定するんでする普段あまり条文をベースに勉強はしないと思うんですがぜひこの条文ベースで勉強するってやり方ぜひこれ賛同えー、こちらね取り組んでみてくださいちょっと実際どんなふうにやるのかを説明しておきましょう、えー、本来の講義だったら17ページの図を使いながらねこう,こうだよねこういう違いがあるよねっていうこともやってます 表を使った説明をもち,ろんやりますちょっとこれやると今回残り10分しかないのでちょっと条文を使った説明どんなふうにやるのかというのを紹介させてくださいページでいうと18ページお願いできるでしょうか18ページですがこの条文がありましてお聞きしたいことがあります短期賃貸借何年 6 0以上で確認してん1号山林は10土地の賃貸が5建物が3動産が6言えなかったところありましたかもし言えなかったことがあればそこは1 0 0ってくださいねみ 産期賃貸借ってどういう人がやるの条文の冒頭見て処分の権限を有しない者がと言ってる処分の権限を有しない者がって書いてますね具体で言えますか被保者以外にもいますよ管理はできるけど処分ができない人管理人関係 下の方行きましょう注釈えっ種の下の注釈をお読みください特に押さえてほしいのは不在者財産管理人相続財産管理人このあたりですこのあたりも同じですからねじゃあ次 えっと、賃貸借って最長何年じゃあその年数超えたらどうなんだっけ無効だっけ6 4四十1個見て。50年とする。だね。じゃあ下に見ないで、もう一回行け。行くよ。更新ができるでしょ。更新ね。惑わせるからね、行くよ。えっとね。 借金者の場合、初めが30、更新が20、次が10、民法の賃貸、更新期間言える ?2 個見てやってそう、こんな感じで、条文だけだらだらだら読んでも、ピンポイントは頭に入らないと思うんです。なので、ポイント、ポイントを皆さんに問いかけます。問いかけて、あできないんだとって思ったところに線引いてほしいんです。 今のところ、ね、もし更新のところできないのであれば後ろの方、ね、更新から50年を超えることができないとそんなところに線を置いていってほしいんですね更新から50年を超えることができないとこんなふうに問いかけをしていきながら皆さんに条文細かく細かく、ね、見てもらうということを目的にしていますまたもちろん表での説明ももちろんやっていきますページの方は20ページお願いします 605条読んでいきますと不動産賃貸借がこれを登記した時はその不動産について物件を取得した者その他第三者に対抗することができると登記すれば対抗できますよと言っていますただこれ現実性がない条文なんです下の表にいってください対抗要件とあって真ん中借地権かっこ賃借権を見てください 借権の登記これをすればいいって言ってるんだけど次の行賃貸人の登記義務がない賃貸人側は登記する義務がないんですよねじゃあこれじゃ保護にならないからどうしたかっていうと次の段地上建物の登記建物の登記建物を建てて登記していれば保護をする建物を建てて 登記していれば保護をする。これが借地着火法の10条の保護でした。下の方、中1、中2とって中の2。対抗力の付与。土地の上に借地賢者が登記された建物を所有していれば、借地賢者は配達性を備えることができるとし、対抗力を認める。土地を借りました。建物を建てて建物登記をすればいい。土地を借りました。 建物を建建てて建物投棄をすれば対抗力を上げますよとここまでいいかなでポイントは1行目建物投棄をすればいいって言うんだけど1行目借地権者が投棄されたって書いてあるでしょ借地権者が投棄されたとそこなんです過去問があってその人のケース1段目読んでみてください横見てください 借地権者が A 君。でもね、固定資産税の問題があって、A 君が建物建ったのに、家族名義で建物登記。家族名義で建物登記をしたと。これは条文の要件をクリアしません。すると、下の段もわかるはず。 借地,人名義借地人名義じゃないからだめなわけね次の段借地人名義で建物の表示登記がされている保存登記がない表示で止まってる保存登記がないこれでも OK なんです表題部で止まってる保存登記がない表題部で止まってる保存登記がない でも、表題部で登記はされていると、これで丈の要件はクリアできるんです。はい、ということで、こちらの方ね、条文の要件は、同じことですが、条文の要件は、借地権者が登記されたんです、借地権者が登記されたから、この観点で見るとわかるんですよ。 借地権者が乗ってるかってことなのね結局の第三者がね誰が借りてるか把握したいんですよ誰が借りてるか把握したいので借地権者が乗ってるなら OK だとしたんです誰が借りてるかが分かればいいのでそれは表題登記でも構いません表題登記でも構わないんだと であと1点だけ、えー、とご紹介だけして終わりにしましょう22ページこれ真ん中に605条の3というのがありますでこれ何かというとこれ新し、えー、と民法改正で新しくできている条文なんですで今年民法改正多く出たのはご存知だと思います でまだまだ弱いというところもあると思うのでこの民法改正については改正の意図、昔のルールは載せません、改正の後の、ね、趣旨というのを多く入れています、条文中に注釈って書いてますね改正関係に関してはどういった意図の内容なのかというのが細かく分かるようにしています、昔の内容はの、えー、でき極力載せません、昔の内容を載せると逆に混乱してるので、それは入れてません。 でも改正した部分については細かく細かく、ね、あのいろんな説明を入れましたので改正対策としても使えるようになっています、はい、こんな感じで行っていくのが私のパーフェクトローラー講座ということになります、えー、ぜひこの趣旨に賛同される方ぜひこちらの講座の方を検討してみてくださいお時間の方は来ましたのでここまでにしましょう、えー、本日の講義の方は以上です 最後までご視聴ありがとうございました